皆さんこんにちは。サッカーキングハーフタイムゴールデンウィークスペシャルということで MC は新平です。よろしくお願いします。よっ、はい、月曜レギュラー立花ゆりかさんです。よろしくお願いします。そして今日は、ゲスト棚橋明さんにもお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかそれは声が変わる、声は変えられないっす。ちょっと変えてみてもらっていいですか。あのアニメみたいそうそう、低い声ですか。低い、もう低いのも何でもいけるはずなんだあれ。全然無理全然無理ですね。声を変えるってちょっと声変えるの難しいですよね、はい、違うリボンだった。なかなかね、はい、そうですね。今回なんですけれども新元号の令和、はいね、令和元年ですよ、はい、もうちょっとで、はい、あもう過ぎてんの令和なのかな、この動画見ていただく頃には。いや、まだまだですか。まだ、ああ、ギリギリカウントダウンですね、はい。発表されてですね、いよいよ平成も残りわずかということで、平成に起きた日本サッカー界の出来事を平成元年から、振り返っていこうと思います。でまず第1弾のこの動画では平成元年から平成10年までの11年間を振り返りまして、ね、その後事故、続きは次回以降の動画でお届けする予定となっておりますので皆さん、3本あるってことかな動画がね、はい、3本、はい、3本ありますんでぜひお付き合いいただければと思います。それでは早速、ハーフタイムゴールデンウィークスペシャルスタートします。よろしくお願いします。お願いします。いただいたんですけど、もう何も出ていただけると思ってなかったんで。Now it's gonna be very Saka King. Grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho. A gente se vê no Copa América. Tchau, tchau. はい、ということで、まあ、今回ですね、平成の日本サッカー振り返りということなんですけれども、まあ、平成元年から平成10年編ということになっております。まあまあ平成も31年間ですからね、はい、平成で生まれた、まあ、平成元年に生まれた人でももうね、5月までの間に31歳になる人もいるということで、うん、すごいですよね。これはもう意外と長かったですよね、こう考えると。平成ってそうですね、うん、なんか本当にでもあっという間にね、はい、今なんか振り返ると、あー、なるほど、なんか平成あっという間だった、うん、あー、そうですよね、はい、はい、まあね、とはいえこう日本サッカーにとって平成ってものすごいいろんな出来事というか急激な、うん、あー、まあ、成長というかねあったので、それをぜひ、一緒に振り返っていきたいと思っております。なんで平成元年から、早速いきたいと思います。じゃあ立花さん、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ではまず平成元年1989年6月の出来事ですね。JFA 内にプロリーグ検討委員会が設立。 JFA 内に日本のプロサッカーリーグを作ることを本格的に検討するためのプロリーグ検討委員会が設立。これをきっかけに同年には2002年のワールドカップ招致に日韓で立候補するなど、プロ化への動きが一気に加速していきました。はい、ということで平成元年1989年なんですけれども、JFA 日本サッカー協会、日本サッカー協会の中に、プロリーグの検討委員会というのが、はい、まあ、設立されました。ただこれって、多分あれですよね、水面下の動きですよね。多分一般の人にはおそらく知られてない、うん、まあ、情報だと思うんで、うん、立花さんはこの時はおい親結婚したかなぐらいあ、本当に、はい、なるほど、平成4年生まれなので、なるほどなるほど、まだ、はい、この世には生まれてないんですけど、そういうことですね、こんなことがあったんですね、ね、はい。奈良橋さんはこの時は高校生。高3ですね。高3ですか、はいはい、はい。この時ってティーンエイジャーです。あ、そうですね、余計なんです、余計なんです、はい、はい、この頃って、はい、よもやこういうことが行われてることってやっぱ高校生からしたら分かんないですよね。いや、僕全く分かんなかったですね、うん、この年にこれが設立したっていうのは。逆にこの時のサッカーって皆さん、サッカー少年って何を目標にサッカーを。そうですよね、もう僕はもう高校選手権。あ、そうですか。もうそれしかもう見てます。なるほど、そこに向かって、はい、じゃあまあ世の中の、まあ、高校生はもちろんなんですけど、はい、中学生小学生サッカー少年たちっていうのはやっぱり、正月の選手権に出るっていう、はい、
ことがもう最大の目標で、はい、うん、まあ、まあ今でもね当然伝統もどんどんね、重ねてますから、はい、歴史も重ねてますからね、高校サッカー選手権素晴らしい大会なんですけど、はい、この頃は特に重みが、ね、プロリーグもなかったということでね、はい、あったということなんで、はい、ちょっと補足させていただくと、まあ、日本におけるサッカー競技なんですけれども、うん、まあ当然サッカー自体はね、要は神戸かな、はい、とかにこう持ち込まれて外国人の方によって持ち込まれて、うん、まあ、やられてきたわけなんですけれども、うん、まあ、本格的にね、こう全国でサッカーを、全国の、ね、大規模な大会ということで言うと1965年に、まあ、アマチュア主体の全国リーグである日本サッカーリーグ JSL 日本リーグってやつですね、うん、まあ、これが東京オリンピックが、まあ、あって前の東京オリンピックですよ、はい、前の東京オリンピックがあってそりゃそうですよ、前ですよね、はい、そう前の東京オリンピックがあって日本が、まあ、ベスト8かな、はい、確かそこそこいい成績だったんで、うん、これをじゃあさらにメダル取れるようにするためにはっていうんで、こうクラマーさんがね、サッカー強化のためには全国の強豪同士が競うリーグがなきゃいけないっていう提言があって、うん、まあ、日本サッカーリーグがまあ、置かれたということで、まあそれが起源なんですけれども、それがだいたいこう、30年ぐらいですか、25年ほどね、日本サッカーリーグが行われてきて、まあ当時 JSL、うん、日本サッカーリーグの、まあ、総務主事だった川淵三郎さんが、うん、日本サッカー、日本プロサッカーリーグ設立における議論を、うん、まあ日本サッカーリーグの中じゃなくて日本サッカー協会の中でやらないといけないという判断で、うん、検討委員会を設立したということで、当時が、日本サッカー協会の副会長の永沼健さんですね、はいはい、後に会長にもなられますけれども、はいはい、に要請して実現していったということで、まあ今でもものすごいバイタリティの川淵さんですけど、その頃はまだかつお若いですから、はい、うん、この時多分40代後半か50前後ぐらいだと思うんですけれども、めちゃめちゃなパワーでそれを推し進めたということですよね。だから川淵さんなくては、うん、ね、自分は。いや、そうですよ。ですよね。そうなんです、そうなんです。っていうことですよね。いや、本当すごいですよね。そう考えると川淵さんってね。パワーも本当すごかったんで。そうですよね。はい、今もそうですけど、ね。今もね、はい、すごいですよね。はい。はい、で、じゃあ次行きましょうか。はい。はい、平成2年、はい、1990年6月は、うん、ワールドカップイタリア大会開催、うん、西ドイツが優勝しましたということで。うん、ベッケンバウアー監督率いる西ドイツが前回大会決勝で敗れた因縁の相手アルゼンチンにリベンジを果たし優勝。日本は前年に行われたアジア地区一次予選で敗退しています。はい、ということで1990年、平成2年なんですけど、西ドイツって平成になってもまだありましたね。そう考えるとね、西ドイツなんだ。西ドイツですね、うん、西ドイツでも最後ですよね、はい、そうですね、この、はい、そうです、西ドイツこの後にベルリンの壁は崩壊しますので、はいはい、これがマテウスかな、マテウス、右の手前がね、リティ、であれ左リティですよ、リティです、ね、リトバルスキーさん、リティ、はい、リティ、リトバルスキーさんですね、はい、これはワールドカップのトロフィーを、まあ、掲げている決勝戦直後、あれ上げてるの、あれブレーメっぽくないですか、どうですかね、あのブレーメかもしれないですね、あの垂れ目にこう、ちょっと、ね、ちょっとブレーメっぽくないですか、ブレーメっぽいですね、はい、すいません、外れたらすいません、はい、まあね、この西ドイツ大会の、あ、西ドイツが優勝したイタリア大会なんですけれども、はい、まあ、決勝戦がね、西ドイツ対アルゼンチンということで、はい、この前に、前の大会ですね、うん、前のメキシコ大会か、うん、メキシコ大会の決勝戦と同じ組み合わせだったんですよね、はい、メキシコ大会は、まあ、マラドーナの神の手がねと5人抜きがあった大会ですけれども、まあ、ここはあの優勝してるわけですね。でこのリベンジをドイツが果たそうとしたのがこのイタリア大会の決勝戦ということで、これはマラドーナですよ、真ん中言わずと知れた、で右側がマテウス、左側がルディ・フェラーですよね、はい、というね決勝戦でしたけれども、まあ、同じカードで前回は3対2でアルゼンチン勝ったんですが、うんうん、この試合は、85分に、アンドレアス・ブレーメ、の PK が決まって、1対0で4大会ぶり3回目ドイツが優勝しましたってことなんで、はい、これでもなんか当時のこう報道とかを振り返るとめちゃくちゃつまらない決勝戦だったと、この時点での決勝戦で史上一番つまらないっていうふうに言われてたらしいんですよ、そんな散々な言われ方なんですか、まあ守り合いだったらしいですね、やっぱりね、うん、もう、まあ、ガチガチの、うん、ガチガチの決勝戦 で結構凡戦ってね、凡戦って言われてましたよね、アルゼンチンもなんかシュートが1本、うん、1、2本ぐらいしか打てなかった、なるほどなるほど、はい、
ドイツは、まあ、とにかくこの、ね、決勝戦でゴールを決めたブレーメが、まあ、大活躍、うん、新平さん違う、西ドイツ、西ドイツ、ごめんなさい、うん、西ドイツ、はい、西ドイツでした、ベストジャーマニーでした、はいはい、西ドイツが、はいはい、優勝したんですけれども、はい、ブレーメが決勝戦の PK を決めたブレーメが大活躍で、はい、3得点3アシストだったということなんですよ。で、決勝戦 PK をね冷静に流し込んだんですけれども、はい、オランダ戦では左からのカットインの右足のカーブをかけたシュート、これですよね、そうっす、はい、これですよね、これです、それです、はい、こうじゃない、手でしたね、バスケで、はい、これですよね、それです、じゃあ覚えてます、それ覚えてます、はい、覚えてます、ブレーメはまあ左のサイドバックだったんですけど、うん、右利きなんですよね。だけど左でコーナーキック蹴ったりとか、左でフリーキック蹴ったりとかもするぐらいの名手だったんですね、うん、このワールドカップでもフリーキックも決めてるのかな、確かユーゴ戦かなんかで、はい、なので奈良橋さんはサイドバックをもう高校出られた、はい、でこの頃からやられてたですよね、この時ぐらいですね、確か、はいはいはい、だからユースに、はいはい、選ばれて、日本ユース代表に、はいはいはい、だからこの時って、うん、結構スリーバック世界ではこう浸透したじゃないですか、ドイツは3バックでしたから、はい、もうそれがなんかね一つこうなんかリベロでストップ、はい、2ストッパー で日本代表もそれやってたんで、はいはいはい、トレンドだったんですか、ね、そう、それなんかこう両ワイド右のウィングバックにコンバートされましたね、はい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 、これはなんかサイドバックとしてもねすごい選手でしたよね、フリーキックもコーナーキックも蹴って、うん、はい、PK も蹴って、まあ、クロスのね、クロスも高かったんで上げられるっていうね、はい、すごい選手でしたよね、はい、はい、ちなみに得点王は日本にも来た、サルバトレ・スキラッチ・トトですね、が得点王ですね、はい、救世主ですよね、救世主ですよね、はい、イタリアは、まあ、ジャンルカ・ビアリが、まあ、はい、エースフォワードだったんですけど、なかなか、ね、活躍できずに若手だったロベルト・バッジョとスキラッチが活躍してベスト4まで、行きました。これベスト4で、アルゼンチンに、PK で負けるんですよね、バッジョは決めるんですけどね、はい、これはね、はい、ということで、ちなみに奈良橋さんは、千葉英和高校で大丈夫ですか、はい、英和高校を卒業して、日本サッカーリーグ一部、はい、JSL ですね、さっき一部の、はい、藤田、現在の湘南ベルマーレですね、に加入と、はい、同時に日本ユース代表、先ほどお話もありましたけど、ここに書いてあるんですけど、はい、もう残念なことがあるんですよ、はい、僕が入る前は一部だったんですよ、はい、ああ、その、内定をもらった時は一部リーグだったってことですね、一部だったんですよ、はいはいはい、で一部って言ったら、はい、こう読売クラブとか日産とか、そうですね、はい、所属するまあ、当時だと、もう当然、ラモスさんとか、いろいろ読売、はい、それから、誰だ、日産だと木村さんとか、水沼さんとかですよね、はい、で、パナソニックだと、松下だと誰ですか、長嶋さんかな、から、はい、長嶋さんか、はい、今ね、フジテレビでも同じですけど、はい、長嶋さんとかいる、そうそうたるメンバーがいる、一部に、はい、来年から入れると。おお、できると思ったら、はい、翌年、あ、その年ですね、はい、2部に降格しまして。入団したら、はい、新卒で入団したら2部でプレーすることになったと、2部に降格しまして、いやいや、まさかまさかと思ったんですけども、はい、逆にでも2部に落ちた方が、うん、なんかこうなんていうんだろう、こう、チームのこう、うん、切り替えるっていうか、ああ、まあね、若手次第でこれから伸ばしていこうとか、世代交代的な、うん、はい、逆にある意味良かったのかな、なるほど、はい、はい、そうですよね、2、はい、部デビューだったんですね、2部デビューです、デビューということでね、はい、はい、全く本当にどこでやるんだっていうぐらいなスタジアムでやりましたし、はい、今じゃ考えられないですよ、僕が1年目だったんで、はいはい、こうドクターバッグも自分でも新人が持ってましたし、はい、あ、まあ、荷物運びもやるっていう、ね、もう完全に、はい、そうなんですか、両手に花ですよ花両手には両手の花ですよ、はい、そのぐらいの声やった、電車で移動してましたし、電車でね、移動して、選手といえども、はいはいはい、そうです、ということで、まあ、でも奈良橋さんも、まあ、あのサッカー選手としての、はい、一歩を踏み出したというのが、はい、90年でしたということですね、はい、じゃあ次どんどんいきましょうか、はいはい、続いて平成3年1991年11月は日本初のプロサッカーリーグ J リーグが設立、うんうん、新プロリーグの正式名称を日本プロサッカーリーグとし愛称は J リーグに決定しました、はい、まあ、今 J リーグ J リーグって言ってますけれども、正式名称は日本プロサッカーリーグということで、はい、愛称がまあまあ J リーグですということなんですけれども、うん、まあ、社団法人の、日本プロサッカーリーグが、まあ、設立されたのがこの91年、11月ということで、日本サッカー協会の傘下で、まあ、J リーグリーグの管理運営だったりとか、まあ、選手のキャリア支援、サッカーを核とした日本国民への幅広いスポーツ振興、まあ、これも J リーグ100年構想なんですよ、
これがもうすでにできていると、うん、そうですね、後付けじゃないんだということで、これをまあ主な目的として設立されたということなんですけど、川淵さんがまあだからこの80年とか90年とかこのぐらいの段階でそれだけのことを考えてるわけですね、うん、地域密着とか、うん、そういうねスポーツ振興とかっていうことをね、はい、それやっぱり先見の明っていうのがねものすごいものがやっぱあるなと思うんですけれども、うん、まあ同時にこの時に加入チームが91年に決定しております、はい、読み上げさせていただきますと、鹿島アントラーズ、それからジェフユナイテッド市原、まあ、当時ジェフユナイテッド市原だったんですね、はい、浦和レッドダイヤモンズ、それからヴェルディ川崎、横浜マリノス、それから横浜フリューゲルス、清水エスパルス、名古屋グランパス8、ガンバ大阪、サンフレッチェ広島の10チームなんですけど、うん、まあ、今表を見ていただいている通りで、まあ、現在ちょっと呼び名が変わってるチームもありますし、前身の、まあ、社会人チームというか、はい、企業チームの、名前も記載させていただいておりますが、すね、うん、あ、立花さん、これご覧になって何か思うところってあります？難しいんですけど。そうですね、やっぱもう歴史とともに名称も変わってきたんだなっていうのと、うん、エイトがついてたんだと、あ、グランパスね、ああそうですね、確かにね、あとなんか J マスコットのその折り点が集まった写真とか見て、はいはい、見たこともないようなキャラクターが、あー、まあ、サンチェとか顔変わってますからね、結構イメチェンしたんだなっていうのも感じます。そう、マリノスも、あの、今マリノスケくんが前面に出てますけど、はい、まあ、本当は最初に言ったのは彼ではないのでっていうね、なんかちょっと違う子が、感じがねありますけど、これってどうですか、このチームがこの一番右側の前身組織っていうところから、チーム故障っていうのに変わるじゃないですか、奈良さん、はい、これって慣れました、すぐなんかどこのことかよく分かんないですよね、はい、慣れなかったですね、最初とかって多分日産がとか言っちゃいますよね、はいはい、いきなり日産がね、日産自動車が横浜マリノスなっちゃったんで、そもそも横浜なのかみたいな話もだってありますよね、はいはい、三菱とかだって東京だし、まあ、ですよね、浦和じゃないしみたいなね、はい、話とかもあるんで、すごくなんか不思議な感覚が、うん、感じは最初はするでしょうね、ありましたね、選手自身もだって古川電工がジェフユナイテッド市原ですよ、あ、これ皆さん、これ動画見てる皆さん、なんでジェフか分かります？ナレさん分かります？いや、いや謎です。何ですかジェフ、何だろう、何のジェフは JR と古川のユナイテッドですよね。あ、そういうこと、さすが渋谷さん、さすがだ、ありがとうございます。あ、そうなんですか、そうです、JR と、まあ、もともとね古川電工っていう名門クラブありましたけど、はいはいはい、まあ、JR 東日本かあも、まあ、出資して、JR と古川の、まあ、共同ということなんで、はい、まあ、今でもね JR とかは電車の中でね、うんうん、東日本に、うん、乗るといろいろね、広告が貼ってあったりとかするからね、そうですね、はい、そうか、はい、ということで、まあ最初はなんで、ね、なんて言ってたかな、 JR 古川イーストあ、まあ、あの、そうなんですけど、はい、この、はい、なんかね、企業の名前が混ざったような呼び方してませんでした？日産 FC 横浜マリノスとか、いや、もうめちゃくちゃ読売、そうでしたっけ、すごいな、そう読売ヴェルディとか言ってませんでした、最初、読売ヴェルディとか混ざっちゃってるんだ、そう最初、この次の年でまた触れますけど、はいはい、あの大会が始まってからもなんかパナソニックガンバ大阪とかって僕言ってた記憶があるんです、小学校の頃一緒につけたんですね、そうだから最初分かんないからだと思うし、はい、あとはその移行期間ですよね、はい、93年多分開幕したらスパッともう、ガンバ大阪ですよとか、はい、浦和レッズですよとかっていう風に言ってたんですけど、だと思うんですけど、はい、この辺の期間は割とこう中間を取ってたというか、まあ、緩かったんですね、うん、全日空佐藤工業って言ってましたもんね、言ってましたよね、全日空佐藤工業って言ってましたよね、フリューゲルのことね、はいはい、ということで、まあ、これ折り点が決まりましたんで、はい、ただ奈良さんが所属された藤田は、いや、だから僕それの方が自分の中では衝撃的でしたね、ショックだったんですか、はい、やっぱり、まあ、一応藤田も J リーグ入ろうっていうふうには話してたん で、うん、でそれで入れなかったってなったら、はい、ん？っていうちょっとこうメンタルが、まあ、落ちるまでいかないですけど、あれって思いますよね、はい、俺奈良さんもだから20歳前後でしたけどプレーされてる中で、はい、あ、うちの会社というか、うちのチームも、まあ、J リーグ参加するつもりあるよっていうのは、はい、その会社というか、はい、あのチームの方からは言われてたわけですよね、言われていたと思います、はい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 、と思ったんで、
でだからまあそこで入れなかったんで、あのまあ当選これってあのまあごめんねこのパートちょっと長くなっちゃうんですけど、はいはいはい、これ結構大きい出来事だから日本サッカーの中で間違いないです。 J リーグ設立、どのチームが入るかって結果的にこの折り手になったんですけど、やりたいってチームはもっといっぱいあったと思うんですよね、はい、だからその藤田工業とかも藤田もそうだし、うん、あとは有名なところだとヤマハですよね。ヤマハ、はい、あと日立、日立、はい、ヤマハは今のジュビロ磐田ですけれども、はい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 、もう、まあ、ギリギリ の、 そのさっき言った表で言うと清水エスパルスと争ってたんですよ。で、まあ、確かにこれ横浜に2チームとか、その首都圏にチーム多いとかってあったんですけど、まあ山手は名門中の名門ですよね、それこそ日本リーグでいうと、はい、で清水 FC はその時社会人チームなんですよ。ただの、ただのって言ったらごめんなさい清水の方に失礼ですけれども、まあ、サッカーの超有名どころではあるんですけど、チーム持ってるかって言ったらチーム持ってなくて、はい、県リーグかなんかのチームだったんですね、清水 FC っていうのは、はいはいはい、でそれがどっちが行くかっていう話になって、結局スタジアムが、うん、作られた、日本今の IAI ですよね、日本平スタジアムが作られた清水の方に行って、はいはい、だから合併しましょうって話もあったんですよ、この時に。要は清水で静岡、あの静岡で1チームにしましょうって話もあったんですけど、はい、うん、まあそれも流れて結局どっちかを取るって話になって清水になったという形、先に清水は、うん、まあ、あとは鹿島も有名な話があって、うん、当時これみんな1部リーグのチームなんですよ、はい、基本的には、うん、JSL のだ住友金属だけ2部だったんですよね、はい、そうです、入るっていうの決まった時に、まあ、ジーコがいてこれからやっていくぞっていう気合はすごく日本サッカーみんなが知ってたんだけれども、うん、でもチームは2部だったから、うん、どうするんだって言われて川淵さんに無理だって言われたんですよ ね、 確か名言ありますよね、名言ありますよね、名言ありますよね、はい、だからまあサッカー専用の屋根付きの、うんうん、もうスタジアムを作れば、そうです、そうです、99.そう 99% 以上無理なんだけれども、どうっつってサッカー専用の屋根付きのスタジアムを作だったらいけます、はい、まあ、あの入れるかもしれないって言われて本当に作っちゃったっていうのが鹿島だったので、まあ、確かにあの時の開幕時の当時で考えたらあの鹿島スタジアムのって群を抜いて素晴らしかったですね。そうですね、うん、あの時考えるとあのスタジアム本当に一番良かったんですか。そうですね、折り手の表見してもらっていいですか。スタジアムちょっと思い出しますけど、だからジェフが市原ですよね、臨海ですよね、はい、で浦和が駒場でしょ、で読売、まあ、国立とか使ってましたよね、浦和あれですよね、大宮とかも使ってましたよね、大宮もやってました、はい、トドロキか国立ですよね、で日産がまあ三ツ沢か、うん、まあ、三ツ沢はだいぶいいですけど、うん、でも屋根はなかったですよね、はいはい、清水がまあ日本平、あ、まあ、ここ草薙、あ草薙か草薙、うん、で名古屋が瑞穂、瑞穂ですね、でガンバが万博、万博、うん、そうですね、でサンフレッチェが、広島スタジアム、いや、あ、違うか、そのどうしたっけ、ビッグアーチってまだなかったですか、まだや、あでも94年のアジア大会の時ビッグアーチですからね、じゃビッグアーチと、まあ、広島スタジアムを兼務、うん、そうですね、だから、まあ、プロ の、 そのスポーツをやるっていうことで作られたスタジアムっていうのは多分、うん、あの鹿島だけだったんですよ ね、はい、そうですね、清水はね新築でしたけれども国体のためのスタジアムだったので、うん、多分そこまでの設備じゃなかったのかなっていうところですよね、屋根付きでしたからね、はい、そうですよね、はいはい、まあ折り点が決まったのが91年ということで、はい、いよいよこうプロに突入していく時代ですよね、はい、じゃあ次いきましょう、続いて平成4年、はい、1992年11月、日本で初めてアジアカップが開催されアジア王者に、平成4年10月から11月にかけて広島でアジアカップが開催、日本のほかサウジアラビア、UAE、イラン、カタール、タイ、中国、北朝鮮が出場し、日本が初優勝を果たしたのがこの年です。はい、まだこんあこの大会だけチームめっちゃ少ないんですよ、このね、これ何チームですか、8?1、2、3、4、5、6、7、8ですよね、多分12ぐらいは確か88の段階でも出てたんですけど、この大会はすごくあの、まあ、ミニマムだったというか、うん、しかも広島だけで行われてるんですよ ね、 そうですよね、今は大体国でやりますって感じですけど、はい、あのこの時は、うん、ビッグアーチ、あやっぱビッグアーチですね、ビッグアーチと広島スタジアムと、はい、まあ、広島ビンゴ運動公園の3つ、尾道ですね、あった、はい、の3つあった、ビンゴビンゴあった、どういうとこなんですか、いやもう何にもないいや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 、尾道の方たち、ちょっといや違う違う、尾道は尾道最高ですよ尾道最高ですよ本当に、はいはいはい、だビンゴは、はい、こう何にもないっていうか
こう周りがね、うんうん、周りがビッグアーチとか比べちゃうと、うん、やっぱり、はいはい、ちょっとこう、はい、規模的にはそういうことなんですね。確かこのアジアカップって、92年の日本で行われたアジアカップっていうのは割とこう全チームが予選とかに参加するようになった以降のアジアカップでいうと最小のチーム数なんですよ、本大会の数が。その前の大会も10チームぐらいでやってるはずなんですよ。これ僕は前の、うん、この間ほら1月に行われたアジアカップの時にちょっと調べたんですけど、はい、今までのアジアカップってどうだったかなと思って、うん、はい、で日本が、いわゆる A 代表で初めて出たアジアカップなんですよ、これが、はい、でかつ前の88年の大会で日本は初出場なんですけど、はい、その時って B 代表だったらしいんですね。学生中心でしたよね。そうです。なんか2個にチーム分けてて、その時に他の大会を優先してたんですよね。はい、そうか。日本協会の方が、はい、オリンピック関係の多分大会をの方を重視してて、はい、あんまり FIFA とか AFC の大会を重視してなかったんですよ、日本って。そうだったんですね。考えられないですよね。今考えるとね。ですよね。うん、何やっ黙った大丈夫大丈夫、はい、大丈夫、まだ何も言ってない、何も言ってない、はい、何も言ってない、まあ、でこの頃からオリンピックよりワールドカップだろうっていうのがやっぱりプロ化していく中で、うんうん、日本の、サッカー全体に、まあ、言える情報になってきたという形ですよね、はい、ちなみに、この大会は、まあ、1992年の5月に初めて外国人の監督としてオフトさんが、ね、就任されますよね。そうですね。アジアカップでは日本は、グループステージを1勝2分けの2位で通過し、うん、準決勝中国戦では、福田さん、それから北澤さん、中山さんの3ゴールで3対2で勝利、それからサウジアラビア戦の決勝では高木さんのゴールで1対0で勝利して初優勝を成し遂げました。大会 MVP には三浦知良選手、カズさんが選ばれたということで、まあ、日本のために開かれたぐらいのもう感じの大会でしたね、この時はね。これは数々の記憶は僕は残ってますね。はい、いや、イラン戦のゴールとか、はい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 、はい、準決勝中国戦は松永さん退場しちゃって、ね、あ、そうですそうです、一人少なくなったんですよ。そうですそうです、松永さんがね相手選手のことをねちょっとキックしてしまって、はいはい、退場になって、まあ前川さんがね今神戸の前川選手のお父様ですけれども、はいはい、前川選手が急に出てきたんですよね、はい、これがまたねキスクランブルで大変でしたもんね。激戦でしたよね。激戦でしたね、はい、でこう勝って、そうですね、高木さんがね、うん、あんま点取れてなかったんですよね。そうかもしれないですね。はい、この大会で決勝で取って、はい、坊主だったんですよ。坊主でしたね。めっちゃ似合わなくて。そうなんです。はい、ちょっと髪の毛長い方がイケメンだったんで。ああ、そうです。長木さんはね、はい、かっこいいですからね。はい。はいはい、ということで、まあこれね、J リーグ初期というかね、まあ。にわかにこう日本が強くなってきた頃を引っ張ってきた選手たちがね、うん、本当にここで、活躍して、なんとアジアカップいきなり優勝してしまうと、本格的な初戦でね、はい、というところでしたね、ちなみに奈良さんはこの頃は92年っていうのはもうプレーされてるわけじゃないですか、はいはい、日本代表とかってどういうふうにご覧になってました？いや、僕的にはまだちょっと、うん、憧れじゃないですけど、うん、まだこう入るというか、あー、ユース代表この時まだオリンピックの予選とか入ってましたけど、はいはい、まだちょっと遠いんじゃないか、視野には入ってないぐらい、全く、はい、あ、そうです、 J も入ってなかった、あ、まあ、っ入ってなかった、はいはい、そっちをちょっとやっぱりこう意識していたかなという、なるほど、そうですね、はい、今、まあ、J リーグの話ありましたけども、 J リーグ開幕は前年に控え、の前年ですよね、翌年に控えて、うん、一足先にリーグカップ、いわゆる山崎ナビスコカップですよね、が開幕しました。これはね、 J リーグ山崎ナビスコカップの名称で、オリジナル10の10クラブが参加しました。5チームが2グループに分かれたかな、はい、確か、はいはいはい、で行われまして、はい、これほらチーム出てきます。読売日本サッカークラブ、清水 FC エスパルス、名古屋グランパス鹿島アントラーズは今の名前ですね、うん、あ、まあ、グランパスはグランパス8の8取りましたけども、はいはい、が4チームが決勝トーナメントに進出して、決勝は読売日本サッカークラブ、と清水 FC エスパルス、となって、三浦知良選手のゴールで日本、読売日本サッカークラブが、ね、まあ、勝利して、初代王者っていう形になったということ、三浦兄弟対決ですよね。そうですね。はい。決勝で。はい。うん。そうですね。カズさんとヤスさんですよね。そうだと思います。はい。まあこの大会はね、もう違うわ。これ10チーム総当たりでやったんだ。10チーム総当たりでやって、うんうん、4位までが決勝トーナメントでいきましたね。あ、そうですね。はいはい、そうです。これ変わった大会で確か。
得点が、多いチームが、勝ち点のボーナスをもらえたんですよね。何それ。勝つと勝ち点4ぐらいもらえたんですよ。勝つと、はい、勝つと勝ち点4がもらえて、でしかも多分もう PK があったんですよ。サドンデス、いわゆる前ありましたよ。前は J リーグのリーグ戦でもあったじゃないですか。はい、でこの頃ももうあのそれが導入されていて、うん、まあ、そこも含めて勝つと勝ち点4なんですけど、うん、2得点以上上げるとあの1点もらえるんですよ、勝ち点が。だから、4対2で負けると負けた方も1点もらえるんですよ、勝ち点が。で勝った方は勝ち点4にプラスして、2得点が、2回あるんで、2点もらえるんですよね。2得点ごとに 1ポイントもらえるんで、4点上げると2ポイントもらえる、うん、ということでね、そんなねレギュレーションだったっていうね。はい、はい、これ僕見に行きました、大宮とかに。あ、行ってたんですね。行ってましたね、小学校4年生ぐらいですから。僕は覚えてるのは、うん、鹿島と、はい、読売日本サッカークラブ、はいはい、なくなりましたけど、準決勝、はい、国立で、で最後鹿島負けたんですよ、はいはい、でジーコさんが、うん、もう負けてるからあの結構引いてる選手がいたんですよ、うんうん、結構こっちがコーナーの鹿島、はいはい、でもうコーナーフラッグ蹴る、うん、もうマジ怖い、前に怖いっつって、うん、すごいもう激怒ぷんぷんでそれをすごい覚えてるんですよ。なるほど、お前たち前に来い前に来いっつって、それがめっちゃ覚えてます。本当に。すごいですね。はい、ね、先ほどのお話した通り、うん、まあ、読売日本と清水 FC エスパルスが、まあ、対戦して、まあ、勝利という、はい、読売が、カズ選手の57分のゴールで、まあ、勝利しましたということでね。はい、覚えてます、これ。非常に、面白い大会でしたよね。はい。はい、じゃあ、93年、どんどんいきましょうか。はい、皆さん、長くなってますね。はい。はい、平成5年、93年5月、J リーグが開幕します。開幕した、日本初のプロサッカー J リーグが開幕した、やっと来た。しかも2ステージ制の前半戦J リーグサントリーシリーズがスタートしました。あ、はい、そうです、これね、あの最初の年というか、うん、J リーグは、これは何、あ、93年に2個入るんだ、J リーグはサントリーシリーズとニコスシリーズですよね、はい、す、す、日本審判おっしゃる通りです、はい、はい、2シリーズ制で、はい、かつ1シリーズ2回当たってたんですよ。だから、どんなスケジュールなんですかそれだから、もう水道水道当たり前ですよ。へー、毎回この時はでも折り点なんで、まだ9回の4回なんで36試合だから、まあ今と比べてもそこまで多くないんですよ。これがこのあと16チームぐらいの時まで4回あたりでやってて、2年後、95年ぐらいまでですね。もうすごいですよね。これがもう普通だと思ってたんで、やってる選手たちは。それに、まあ、90分だけじゃなくて、はい、あの延長もあったし PK もあったし、うん、ですよね。そうですね、ですね、はい、PK もありました、はいはい、ね、93年から95年は2ステージ制、第1ステージサントリーシリーズ、第2ステージがニコスシリーズということで、ステージごとにタイトルスポンサーが、まあ、ついていたということで、うんうん、でチャンピオンシップはサントリー株式会社の協賛によるサントリーチャンピオンシップとして開催されてました、開幕戦は5月15日に、まあ、有名なやつですよね、あのめちゃめちゃピカ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 って光って、はいはいはい、あの、はい、でかい J リーグキングっていう、はい、あのね、マスコットがバーンと出てくるやつですね、はい、が、ヴェルディ川崎対横浜マリノス、まあ、今でいう東京ヴェルディ対横浜 F マリノスですね、はい、でマイヤー選手の J リーグ初ゴールで、先制しますが、後半にエバートン選手のゴール、はい、それからこれラモンディアスです、この写真が絵になりますね。ラモンディアスの、まあ、これ詰めるんですよね、はい、ゴールキーパーが弾いたやつをこぼれ玉ですよね、はい、そうですね、はい、詰めて、マリノスが逆転して2対1で、まあ、勝利しましたということです。はい、はい、このラモンディアスは28ゴールでね、J リーグ初代得点王にも輝きました。あ、ということで、まあ、この頃の J リーグは本当に豪華な、ね、選手がどんどん参入、はい、今も、まあ、ね、イニエスタ選手とかビジャ選手とかすごいですけども、うんうん、当時もやはりかなりの大物選手、ラモンディアス選手も、ワールドユースには出てたし、まあ、マラドーナと仲が悪くて、あれのアルゼンチンのワールドカップには出れなかったっていう、選手ですよね。仲悪いって言われてましたね、すごい選手でしたけどね、はいはい、それから、まあ、リネカーとかですよね。でもね、清水さん、あのリネカー、はいはい、いや僕偽物じゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、ああリネカーリネカー、おう、うん、違う人が来たんじゃないかな。これはカップ専用ですね、
ルコックなんで。懐かしい。これあの J リーグって初めの2年間3年間か全部水野のユニフォームだったんですよね、はいはい、リーグ戦は、リーグ戦、はいはい、でカップ戦だけこういうチームのサプライヤーがついたユニフォームでやっていたので、うん、これはまあカップ戦用、はい、懐かしいですね、うん、鹿島はあれエネーレだったんで。そうですね、エネーレでしたね、はい、懐かしいです。ベルマーレは、ベルマーレはあの時はなんだろう、でもね同じ水野だったチームもあったんですよ。そのまま水野使ってたチームなんかね、イタリアの会社のベーシックっていう、ほーなんかこれどこだっていうあんまり浸透してないような、はいはい、摩訶不思議な、はいはい、その、はい、スポンサーでした、はい、まあ僕リネカーはなんか J リーグ開幕する前にラツィオが日本に来てやった親善試合をすごい覚えてます。リネカーがダイビングゲットで決めるんですよ。だからプレシーズンとかでも、覚えてますね、プレシーズンとかでもすごいチーム来てましたよね。いや僕だサントスと清水エスパルスの試合あの国立に見に行きましたよ。言ったサントスやりましたよ、ベルマリラスカやりました、やりました。それも横浜スタジアム、すごくないですか、え野球の、野球のいろいろすごいですけど、野球のスタジアムで、だって人工芝ですよね、人工芝、多分こう今のみたいな、はいはい、ああいうこう天然に近い芝じゃなくて、なんかカーペットみたいなやつですよね、はい、カーペットみたいなやつやったんですよ、できるんですか、一応やってて、はい、いや頑張ってて、その上になんか敷いたんじゃない、いや多分敷いてないと思います、カーペット、はい、で今覚えてるのがペレの息子のなんだあれ、ペレの息子がキーパーやったんですよ、はいはいはい、キーパーやってて僕1対1外したんですよ。あら決定的な、こんな話どうでもいいですよ。いやいやでもねすごいチームがいっぱいこう来てましたよ、来てましたね、今でも、はい、それからごめんなさい、平成、はい、5年、93年、はい、後半10月はドーハの悲劇ですね、うんうん、翌年に開催されるアメリカワールドカップアジア最終予選最終節で日本代表はイラク代表と対戦、日本が2対1でリードして迎えたアディショナルタイム、イラクに同点ゴールを許してしまい予選敗退が決定しました。なるほど、これはね勝てばもう無条件で、本戦の出場権獲得、引き分けでも、サウジアラビア対韓国の結果次第で出場、はい、可能だったんですけれども、2対2のドローで、サウジアラビアがイラン相手に4対3で勝利して、ね、韓国も北朝鮮に3対0で勝利して、はい、まあ、得失点差で抜かれて、予選敗退となった、まあ、で逆に言うと韓国からすると奇跡的な、奇跡ですよね、あーワールドカップ出場だったということです、うんうん、本当にこれ懐かしくないですか、これこれね、短パンが短、まあそうですけど本当に短い、短パンが短い、ユニフォームかっこいいですね、やっぱ僕このユニフォーム、ね、これあの僕好きでした、僕も好きだったんですよ。これあと今うちの袋の、はい、家にあります。ありますか？うちじゃなくて、はい。だそうですね。なんかあのあん、こういう着て94年までこのユニフォームなんで、はいはい、ね、奈良さん選出された後も。95のダイナスティがこれだったんですよ。ああ、ま、ダイナスティですか。はい、はいはい、これ持ってます。はい。なぜか7番だったんですけど、へー、はい、そうなんですか、伊原さんの7番です、伊原さん7番をついたんですけど、はい、はい、ね、ということでドーハの悲劇はまあまあショックな、うん、記憶も3ですね、左側がね、はい、まあ、今の若い子たちは記憶も3っ てもあんまりご存じないかもしれないですけど、記憶も英順さんで、右側がオフト監督、真ん中は柱谷哲司さんですね、僕としてはこの記憶もさんの後ろが誰だかすごい気になるんですよね、堀池さんじゃないですか、あの髪型、なんか森安さんにも見えるんですよね、森安さんすごい僕には誰だ、森安さんにも見えるんですよ、あのめっちょっと森安さんサラサラのですよね、この、うん、見えるでしょ、いやでも堀池さんのとこがちょっと誰だろうな、これ清駒さん、清駒さん、いや本人にしか知らないですね、はい、誰だろうな、まあ、はい、本当に残念な、うん、はい、ワールドカップ出場を逃した、本当に勝ち点2だったんですよね、うん、勝っても、そうですね、勝ち点3だったらまた違ったりとかね、うん、あったかもしれないですよね、まあ、これはかなりそうか、うん、ですね、ショックな出来事でしたけれども、うん、まあ、これをバネにね、この後日本サッカーはまあ強くなっていくことにもつながりますね、す、はいはい、じゃあ平成6年いきましょう、はい、平成6年1994年7月、キングカズイタリアへ渡る、あーかっけー、あのユニフォーム、J リーグが2シーズン目を迎える中、はい、シーズン途中に三浦知良選手がセリエ A のジェノアへ移籍、かっこいい、当時世界最高峰のリーグと言われたセリエ A で初の日本人選手となりました、かっこいい、ということで、まあ、ジェノアっていう町だったりとか、はい、ジェノバか、ジェノバっていう町だったり、ジェノアっていうチームが、まあ、にわかに注目された、うん、まあ、瞬間で、セリエ A の、ね、ダイジェスト番組みたいなものがね、やってましたね、始まったりとかっていうことで、はい、カズ選手のセリエ A 移籍ということだったんですけど、はい、奈良橋さん、まあ、94年になると、ついに、ベルマーレが。ついに、入って、
ですね。そうですね、先ほどの J リーグ開幕した93年は、J リーグの一つ下の、まあ、JFL というリーグでやっていて、はい、藤田 と、ジュビ、ヤマハ、ジュビロ、ヤマハと、あと日立が J リーグに参加できる準会員という資格を持ってたんですよね、はい、うんうん、でそのうちの2チームだけは出れますと、勝てば、はい、上位に行けば2チームだけ、そうで、その激戦を制して日立だけが残念ながら落ちて、はい、ヤマハと、まあ藤田、はい、ベルマーレが、うん、まあ、J リーグに晴れて2年目の J リーグから参加して12チームで出場するということですね。ありがとうございます、はい、まあ、遅れての J リーグ参加になりましたけど、はい、まあサントリー、うん、あの開幕戦が衝撃で、はいはい、国立で、はい、ベルディ川崎、あ、開幕戦ベルディだった、昨シーズン優勝、はい、舞台は整いました、はいはい、前半0-4です。なんとすごい前半0-4です。 0-4? はい、僕どうしようかと思いましたね。はあ、はい、もう本当にもう木っ端みじんでしたね。へえ、やっぱりそのまあ日本リーグの最後の年とかって、うん、やってたわけじゃないですか、はい、JSL のチームとかっていうところと、はいはい、2部でやってて、はい、でまあそれまでって藤田もまあ当然渡り合ってたわけですよね、はい、名門チームと、ね、ね、一部だった時代も長くあって、うん、でやっぱりこう2年は言ってみたらブランク開くわけですよね、はい、言ってみあのこの J オリテンのチームたちとは、うん、向こうはナビスコもやって、はい、でまあベルマーレもナビスコ参加したりはしてましたけど、はい、この J リーグっていう本番でやったらもうやっぱり本当のプロチームってっていう感じでした。なんかいや、あのベルマーレが結構攻撃的な、そうですね、はい、まあ、あのイケイケどんどんだったんですよ。得点力もすごかったですから。攻撃攻撃で、はいはい、で攻撃で点取れないけど失点多いっていうので、うんうん、まあ、ベルディにもろに点取れないけど失点も多くなっちゃった。うん、そんな前半は4点取られて、もうハーフタイムで、あの僕の心の声が、はい、もうハーフタイムでもうちょっと正直帰りたかったなって。はい、そんなですか。打ちのめされたような、はい、打ちのめされましたね。あ、2年目のJリーグはサンフレッチェがね優勝をしまして、風間さんが皿を落とすやつです、あ、知らないですか。知らない。あとなんかね、ユニフォームね、その時あれですよね、あ、忘れた試合ですか。忘れちゃって忘れた試合もありましたね。そんなこと、いや、それが、はい、その岩田戦、その優勝決まる確か、あ、その試合でしたっけ、はい、でなんかサポーターに借りたんですよ、その試合。そういうのもありました。聞いたことあるかもしれない。でそれなんかテーピングで、テーピングで背番号貼って、ね、背番号貼ったっていう、うん、すごいことがあった、はい、はい、まあ、あの優勝するとクリスタルのあのお皿というかね、シャーレがまあもらえたんですけど、はい、まあ広し、それを落としてしまって割ってしまったっていうね、はい、こともありましたけど、まあ、ニコスシリーズはヴェルディが優勝して、はい、チャンピオンシップはヴェルディが制して、まあ、J リーグ総合2連覇を達成した、うん、ということなんですけれども、まあ、J リーグはこれありつつなんですけど、カズさんの、セリエ A 移籍って、はい、もう、まあ、ここからプロリーグの仲間入りをした奈良橋さんからすると、はい、セリエ A って、いや、僕はまだもうなんていうんだろう、憧れのとこでしたし、うん、僕この年のオフ、はい、僕イタリアに留学したんですよ。どこのチームですか。トリノ。ほう、トリノに留学して、はいはいはい、でそのタイミングで、いいタイミングでトリノと、ジェノバがデラルピでやったんですよ。で僕それ見に行って、はいはいはい、あのスコアレスドローだったんですけど、うん、でそれで僕帰ろうかなと思ったら、カウさんが僕のこと呼んでくれて、マラシーって言ってくれて、はいはいはい、もうそこでときめきました。あー、めちゃくちゃ嬉しいですね。覚えててくれてたんで、うわ、カズさんもう最高だと思って、イタリアで声かけてもらった、ね、イタリアで。だからもう帰ろうかなと思って、後ろから鳴らしって言われたんで、うん、はっとったらもうキングが、かっこいいキングが、キング漫画みたいな、もう立ってて本当にもう本当にゴッドファーザーのテーマが鳴るようにかかるぐらいの、うん、はい、まあ、トリノもね、当時はカップウィナーズカップとか出たりとかね、はい、ウェハーカップも出るような強豪だったんでね、はい、はい、まあ、カズ選手は、まあ、開幕戦の AC ミラン戦で あのフランコバレージと、まあ、空中戦で激突して、負傷離脱、まあ、それから日本代表の参加とかももうもろもろあったりとかして、なかなか出場機会がね得られず、まあ、それでも21試合に出場して、まあ、1ゴールを挙げる活躍をしたと、うん、あの1ゴールはなんと一番盛り上がると言われたジェノバダービーですよね。サンプドリアとの試合です。覚えてますよ、あれは。ゼンガを相手に1対1を決めました。あれ誰でしたっけ、あのフォワード、スクラビーですか。あれの落としですよね。はい、そうです。あのでかいチェコ人のスクラビーっていうフォワードが、ゼンガのちょっとこう、はい、あれですよね、出鼻を、ちょっとこうね、ちょっと触ったんですね、右足のアウトサイドかなんかで触って、覚えてますよ、はい、
でそこ追ったのがビエルコウッドっていう、あ、ビエルコウッド、はい、サンプドリアのね、はい、その鉄壁のね、はい、何言ってんだ俺、はい、素晴らしい選手でしたね、はい、はいはい、まあカズ選手が、まあ、イタリアで唯一の、まあ、ゴールを挙げた試合でした。はい、はい、奈良橋さんは1994年の、まあ、3月1日先ほど申し上げたヴェルディ川崎戦で J リーグデビューを果たして、はいはい、なんともうこの年の9月29日半年後にですね、オーストラリア戦で日本代表デビューされるということ、すごいですよね。この年はおいくつですか？この時いくつだろう、考えると23。あ、すごいですね。23です。でもこの時ってなんかファルカンジャパンって結構若返り、ベルマーレの選手めちゃめちゃ選ばれましたよね、あの時びっくりしました。だから初めてあのファルカン大使になって岩本テル、岩本さんね、岩本テルさん、で夏香さん、夏香義弘さん、はい、センターバック、まあ、はい、選ばれたんですよ、はい、ベルマーレで。田坂さんとかは、田坂さんはまだで、まだですか、はい、でこの2人が入ったん で、うん、で僕も正直こう入るんじゃないかなと思ったら、うん、こう奈良市入んなかったんで、はいはい、ちょっとそこが、まあ、ショッキングな、うん、まあ、ところもあったんです、まあ、チームメイト選ばれてるのにみたいなね、はいはい、まあでも9月に、まあ、ギリギリですね、アジア大会の前だったんで、うん、はいはいはい、まあ、ここで選ばれたっていうのはすごく嬉しかったですけど、なるほど、アジア競技大会というのにね、それで、まあ、はい、その後ドーハの悲劇からの、まあ、リスタートということで、はい、始まりましたけれども、まあ、ファルカン監督がね、ブラジルの、まあ、黄金の4人って、はい、立花さんご存知ですか？黄金の4人、はい、知らないな。日本もその後にそれを、真似というか、それをもじって、うん、まあ、小野選手、稲本選手、中田選手、俊介選手で黄金の4人っていうね、はい、やつをやりましたけど、はい、2015ジャパンの時にね、はい、まあまあ、ブラジル元祖というかね、元祖黄金の4人っていうね。僕いいですか？あ、どうぞ。自慢していいですか？はい、そのブラジルの4人いたじゃないですか、はい、その3人に僕は教えてもらってるんです。へえ、すごい。これ僕の中で自慢です。なんで教えてもらったんですか？いや、だから、ファルカンは、あ、まあそうですね、日本代表、はいはい、でジーコさんは、はい、鹿島の総監督ですね、はいはい、そうか、でセレーゾは、はいはい、もう鹿島で、あ、そっか、そうなん、もう直々に、で僕のそれかコンプリートしました。僕ソクラテスのサッカー教室に参加したんです、小学校の時に。じゃあここは一緒になればいい。そうそうそう、一緒になればいい。これ二人で4人、黄金の4人。そうですよね。そう、ソクラテスが高校の近くの高校のグラウンドに来て、すごい、そうなんですよ。たまたまですか？たまたま。え？まあ市内の小学校のチームを集めたサッカー教室っていうのをやってて、午前午後でやってて、で参加したんですよ。で今思うと。知らないんですよ、小学校 4,5 年なんで、ソクラテスってどんだけすごいか。ソクラテスすごいんです、ドクトルっていうね、はい、まあ、お医者さんもやってるっていうすごい頭脳派の、まあ、中盤の選手なんですけれども、すごい悔いが残ってるのは、その時にソクラテスがフリーキック蹴るって最後なんかデモンストレーションで言った時に、うんうん、チームメイトでちょっとあのいじられてる子がいて、お前壁に入れよっていう風にみんなで言って、そいつに入らせた、そいつに当たったんですよ。あ、今思ったら自分が入っておけばソクラテスのフリーキックに当たったんですよね、あの時自慢ですね。そうめちゃめちゃ自慢できますよね、あの今考えたらソクラテスのフリーキックぶつけられたって。あ、壁になれれば。まあそういうね、ファルカンっていうのはその黄金の4人と言われた、まあ、あの監督さんは名前は誰でしたか、テレサンターナ監督のね、はい、まあ申し子なわけですけれども、はい、まあその監督が、まあ日本代表の監督になったんですが、ファルカン監督はアジア競技大会でベスト8に終わって、8ヶ月で、まあ、退任になってしまったということで、これはでもあれですよ、奈良橋さんからすると、あの、まあ、日本代表にこう呼んでくれた監督さんがやっぱり退任されるっていうのは、はい、寂しかったですし、ですね、もう少しこうやらして、うん、まあ、あげたかったしですけど、やってほしかったです。そうですよね、はい、まあ、ちょっとこの辺はね、もしかしたらこうまた違ったサッカーがね、見られた可能性もありますよ ね、うん、ね、特色がある、ね、はい、選手選考もしましたからね、うん、はい、じゃあ95年いきましょう。はい、95年、はい、1月、ベンゲル氏、名古屋の監督に就任。J リーグ3シーズン目、名古屋グランパス8がアーセン・ベンゲル氏を監督に招聘。ニコスシリーズで2位、総合、年間総合3位となりました。はい、ということでグランパスが急に強くなるというのがこの95年です、はい、はい、それまでもうあれですよね、浦和レッズか名古屋グランパスかガンバ大阪かみたいな最下位争いでしたよ。若いベンゲルさん若い。わあ、めちゃめちゃ若い。そうだ、94年のファーストステージはそこにあのベルマル平塚も絡んでたんで、まあそうですね、うん、グランパスとレッツがちょっと最下位をね、うん、そうですね、当時はね、はい、うん、それを一気に上位に押し上げたのが、
まあ、そうでレッズもこの年から強くなったんですよね。95年からオチェック監督になって3年目からそうです、ねね、あの岡野選手が出だしてね、はい、野人だもう正直ベンゲルさんって知らなかったですかね。アーセンベンゲル、はいはい、うん、やってましたけど、あ、はいはい、あ来たんだっていう感じだった、まあ、なんか外国の監督が来たぞみたいなぐらいすげーとかじゃなかった全然全然もう今ねすごいすごいですけどね、はいはい、うん、まあとにかくね、ニコシリーズに、年間総合3位ということで、なんと、まあこれストヨコビッチ選手がその前の年に来てるんですけど、確かストヨコビッチ選手ってデビュー戦で何分で退場したんだっけ。10分以内に退場してんだよね。短もう とにかく退場王みたいな感じでしたよね。多かったですよね。ストヨコビッチ選手って、はい、最初、はい、まあ、あの有名なその審判からレッドカードを取り上げて、あの退場をこうやるっていう有名なシーンもありましたけど、ありましたね、はい、まあそのまあストヨコビッチ選手を中心としてチームを作り上げて、うん、天皇杯では優勝をするということで、広島ですよね、広島です、これ僕見に行きました。 3-0 ですよね、はい、3-0、最後の平野さんの、確か平野さんだと思うんですけど、はい、ストヨコビッチがクロス上げて、はい、平野さんが、切り返しで左足で打つと思いきや切り返しで右足で最後シュートしてくれるっていう、知ってる、そう、それを僕すごい覚えてるんですよ。あの左サイドですよね、左サイドで知ってます、はい、大外から入ってきて、それでピクシーもあのあれですよね、あのゴール前で何人抜くんだっていうぐらい抜いて、ね、抜いてありましたよね、はいはい、ありましたね、その頃ですね、はい、Jリーグはまあ3年目のシーズンに突入して、柏レイソルとセレッソ大阪がジェリーグにしたか、まあ、その1年遅れた日立柏レイソルが、うん、まあ、ようやくですね、彼らからするとようやく J リーグに参加した、はい、彼かとミューレルがいましたからね、あの時ね。これもまあブラジルの伝説的な、先ほど言ってた90年のワールドカップで、まあエースクラスだったブラジル代表の2トップがね、組んで、J リーグすごいじゃん。かつしかもそれすごいのが、その前の年 J リーグの入る前の JFL に参加してたのよ。だから、まあ、今で言うと J2 に、ブラジル代表が2トップがいたっていう。だから今で J2 にこうイニエスタとね、そう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 、そのぐらいですね。信じがたい、そんなもんです、そんなもんです、ですよね。はい、そうです、はい、はい、やってみたらそのぐらいです、はい、っていうね、感じでしたけど、と、まあでもセレッソ大阪も確か J リーグ入る前の年の天皇杯で、これは94年の天皇杯で2位になってるんですよ、はい、優勝したのは、ベルマーレです、ベルマーレです、はい、そうです、ありがとうございます、ベルマーレです、ありがとうございます、タイトルゲット、ありがとうございます、セレッソがベルディに勝ったんですよね、確かセレッソは、そうです、そうです、はい、はい、で14クラブの、まあ、95年は J リーグになりましたと。で延長戦の方式なんですけれども、まあ、V ゴールというのはやっていたんですが、勝ち点というのが導入されました。今までは、延長になっても PK になっても勝ち点、はいはい、勝ちの、はいはい、勝ちの、勝利の価値は変わらなかったんですけれども、はい、90分の勝ちだと、V ゴールと PK の勝ちは3なんですけど、 PK で負けた場合は勝ち点1がもらえるようになった。なるほど、あ、そうでしたっけ、はい、そうです、90分戦い切った上 で、 そうです、はい、知らなかった、勝ち点1もらえたんだ、そうです、ね、はい、すごいな、というのがちょっと変わった点かなというところです、はい、はい、95年でした、はい、96年いきましょう、はい、はい、平成8年、はい、96年7月、うん、マイアミの奇跡です、はい、アトランタオリンピック男子サッカーグループリーグ D 組第1戦で日本代表がブラジル代表を1-0で勝利、被爆票を覆すこの結果は世界中で大きな話題となりました。いやー、すごかったですよね。これはまあ28年ぶりにオリンピックにまず出場できたんですよね。羨ましいですよ、まあその前の大会92年のバルセロナオリンピックを目指しては奈良橋さんが、まあ、日本代表として予選は戦われた、はい、ということ、はい、そうです、まあ、そこまでは、ね、でもこの時のメンバーってすごくなかったですか、今考えると、今考えると言ってもおかしくないんじゃないかぐらいのメンバーですよね、はい、オリンピック結構、まあ、結構、まあ、失礼ですけど、うん、すごいメンバーですよ、すごいメンバーなんですよね、はい、下川さんいたし、そうそうそう、沢登さんとかいたし、沢登さんも、はい、七海さんいたし、七海さんもいましたね、はい、そうそうたるメンバーいましたね、そうですよね、はい、まあ、だから70年とか71年、うん、72年生まれまでの選手が、はい、まあ、いたのがバルセロナ、はい、まあ、ここからからが73年生まれ以降の代表の選手が代表になれるのがこのアトランタオリンピックです。これはあれね、これはジョホルバルですよ、これちょっと違いますよ、はい、はい、ですけれども、はい、まあ、前園正清選手、はい、それから、ね、ベルマーレでもチームメイトだった中田英寿選手、はい、それから、まあね、もう素晴らしいセービングをブラジル戦で繰り広げた川口義勝選手、ね、それから松田直樹選手、城庄司選手などが、はい、まあ、出場したわけ でブラジル代表もね、その後ブラジル代表でレギュラー A 代表でレギュラーになるジダ・ミランですね、ロベルト・カルロス、それからリバウド、それがロナウドと、これそうそうたるメンバーだったんですけれども、これ向こうオーバーエイジで
ベベと言いました。ベベと、はい、ベベとアウダイル見ました。あと、いましたよね。カフだね。カフじゃないの。いや、カフいないですね。またもう一人いて、うん、アウダイールがなんかぶつかったんですよね。アウダイールが、まあ、そのこれ後でね、はい、あれですけれども、まあ、道木選手ね、はい、広島にいた道木選手が左サイドからロングボールを蹴って、はい、キーパーとディフェンスのうまいところに落とすんですよね、ロングボールがね、うん、でそうすると、まあ、ジダっていう選手とゴールキーパーのジダっていう選手とアウダイール選手が、まあ、あの一緒に追っかけていってで、ぶつかるんですよね。でぶつかって倒れてゴールが無人になるわけですね、はい、そこをあの伊藤輝義さん、今沼津でもまだプレーを続けているね、はい、伊藤輝義さんが押し込むっていうところで、うん、これはマイアミの奇跡を生み出したゴールということなんですよね、はい、まあまあ本当にこの時はね、オリンピックは残念ながら予選リーグで敗退してしまったんですけれども、ハンガリーに向かって2勝は挙げられたんですよね、うん、これ2勝1敗で敗退ってなかなかないと思います。なかなかないですよね、はい、2勝したもん。ハンガリーが3敗だったん でしかもこれあのもう1チームの同じグループだったのが優勝したナイジェリアだったんですよね、はいはい、だからちょっと組み合わせが正直運が悪かったと思います、うん、ブラジル、ナイジェリア、ハンガリー、日本だったんで、ブラジルが3位ですよね。そうですね、そうですね、はい、3位ですね、はい、ということでしたね、はい、これはこの辺の僕が中学校2年生ぐらいなんでめちゃめちゃ見てました。中2、はい、そうです、若い、うん、でですね、で、4歳4歳、この頃4歳、なんだろうなんだろう4歳って何してたさ、ね、砂遊びしてた頃ですね、はい、その他の出来事は96年はアビスパ福岡、ですね、それから京都パープルサンガ、この時まだ京都パープルサンガって言ってましたけれども、が新規加盟して16クラブ、京都パープルサンガは、ね、ラモスさんがその後ねベルディから移籍してね、そうオスカーですね、オスカー、そうした、はい、オスカーですね、はい、まあ、とにかく京都は苦労したんですよね、最初の頃はね、なかなか勝てなくて17連敗とか16連敗とか確かぐらいしてましたね、はい、うん、っていうとこですね、はい、これ僕全然覚えてないんですけど、この年って 2回の制じゃなかったんですよね、あのシリーズ制じゃなくて通年だったんですよ、ですね、はい、この年は、ね、だったんですけど、はい、サントリーカップっていうのの覚えが全然なくて、僕俺だってこの時だけだったじゃないですか。そうです、そうです、はい、この時だけって で僕もそんなにあんまりこうイメージないですもん。なんか鹿島がとにかくリーグ優勝して、はい、まあ、この年は1シーズン制で鹿島すごい強かったっていうので、はい、もう終わりのイメージなんですよね、このその後やったんですよね。そうですよね、リーグ戦上位とカップ戦上位のチーム、はい、だこれ勝ったのがグランパスなんですよ。だそうですね、はい、そうです、でその何だろう、その次の年、はい、なんかアメリカのチームとなんかやりましたよね。はい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 、なんかやったんですよ、このサントリーカップ優勝チームと、なんかワシン、なんだか忘れちゃったんですけど、うん、やった MLS のクラブですか、ね、はい、覚えてますね、はい、まあシーズンね、これ鹿島が、まあ、優勝したのが96年ということでした。はい、はい、じゃあ次行きましょう、はい、あと2年だ、続いて平成9年まで来ました。97年11月、ジョホールバルの歓喜、はい、フランスワールドカップアジア最終予選で日本代表は延長戦の末にイラン代表を下し、悲願のワールドカップ初出場を決めました。すごい、ということで、もう3時間ぐらい話しますよこれ濃い内容、そうですよ、ね、もうここ主役だった、ここですよこの2年ですよこの2年ここ一番分厚いぐらい、いや本当ですよ、はい、まあ、手短に行きましょう、はいはい、アジア地区はね 3.5 枠だったんですけれども、5チームずつの AB リーグに分かれてホームアンダーウェイの、大会を行いました。はい、2カ国が大会出場権を獲得して、はい、2位同士で3位決定戦を行って3チーム目の代表を、かけました。まあ、負けた敗者、ね、これでいうとイランですけれども、うん、もうオセアニア1位オーストラリアとのプレーオフに行いましたということで、日本は、まあ、イランと、第3代表決定戦を、はい、ジョホールバルで開催して、はい、勝利を収め、本戦出場を決めましたということで、はい、まあ、この話って、まあ、結構奈良橋さんにも番組とか、はい、日本代表関連の時のお話の時に、はい、ジョホールバルの時どうでしたかみたいなお話は、まあ、まあ結構聞いたこともあったと思うんですけれども、はいはい、これは人生の中ではどういう位置づけなんですか、この大会試合っていうのは。いや、あのやっぱりワールドカップ、うん、まあ、決まったんで、はい、まあ、やっぱり位置づけとしても本当に上の方に、そうですよね、
あります。でも、はい、結構いろいろあったじゃないですか。いや、まあそれまで先ほど申し上げた鴨監督になったんですよね、はい、ファルカン監督が、まあ、辞任して鴨監督になったんですけれども、まあ、なかなか予選の中盤で勝利が挙げられなくなって、はい、鴨監督も、まあ、退任をすることになって、はい、今この写真の、右から右下の方にね、はい、こうもみくちゃにされているのが岡田さんですよね。この時まだだって30代後半、そうですよね、若い、まあ、若いんですけど、岡田さんはそうですよね、老けてるんですよね、はい、はい、ちょっとね、はい、メガネがねトレードマークの、はいはいはい、岡田監督ですけれども、はい、岡田監督がコーチだったんですよね、はい、から昇格して、はい、チームを率いて、選手もまあ、これそれまでって、うん、大会方式だったんですよね。1個の場所に集められて、セントラルね、セントラル方式って言ってやってたんですけど、はいはいはい、この予選からいわゆるホームアウェーでこう今みたいに分散されて行えるようになったんで、その時いい選手が呼べるようになったんですよね。で、日本の、まあ、結構層の薄さみたいなものがそれまでだとこうクローズアップされちゃう、うん、その前のドーハの時だと左バックがいませんみたいな話とか、うん、津波さんが怪我して左バックの控えがいませんみたいな話になっちゃったりとかしてたんですけど、はい、それが今回の大会だと解消されて、ピンチになった時にロペス選手が帰化して日本代表入ったりとか、うんうん、ずっと呼ばれてなかった高木さんが呼ばれて活躍したり、うん、北澤さんが活躍したりみたいな、ねはい、そういうこともありましたよね。ゴンさんもね、中山さんもそうですね、はい、30何番とかつけてましたもんね。32ですね、32、後からね、はいはい、ということでね、そういう日本のなんか総力戦みたいなもので勝ち取った、うん、まあそうですね、印象がありましたよね。だから本当に9月8月ぐらいから11月ぐらいまで、うんそうですね、もうずっと日本代表で活動してたんで、はい、で活動してる、間にも J リーグをやってた。あ、まあ、もちろんそうですね、はいはい、じゃあもうエース選手がだから代表抜きでやってました、うん、J リーグは J リーグ、そうですね、はいはい、なんかすごいまあ、今考えるとそれもそれで特殊なんですよね。長い割にJ リーグに参加してないというか、代表選手はもう転戦してるんでっていう形だったりとか、本当にハードな今考えると大会でしたよね、はい、一番印象深いジョホールバル以外 の、 その予選の途中の試合で印象深い試合ってあります？予選の途中、はい、僕はやっぱり国立の韓国ですかね。あ、まあ、負けたゲームですけど、負けましたね、まあ、僕だから全スタメンじゃなくて、うん、後半から出たんですね。え、その時スタメンって柳井さんですか？あ、中西さんがサイドバックですか？エースケが、まあ、出てて、はいはい、僕ちょっとその前の試合打撲してて、はいはい、ちょっとまあ怪我、まあ僕のちょっとこう、うん、まああれあれっていうか力不足だったと思うんですけど、うん、でそこでなんか前半見てたら、うんうん、なんかエースケがあんまりこう良くなかったんですよ、プレー自体に。でちょっとこうチャンスあるかなと思ったら、まあハーフタイムから出て、うんうん、で山本さんのこのループシュートですよね、あの有名なね、有名なループシュートで、はいはいはい、でちょっといろいろと、まあ、韓国がいろいろ交代とか ね、 ね、まあ、日本代表の交代とか、はいはいはい、まあ、そういうこともあって、はい、まあ、2点取られて、はい、まあ、逆転負けしてしまったんですけど、うん、まあ、あれがやっぱり一番思い出。まああれは僕はそのあれ時は98年だから高中3かな、中3でしたけど、めちゃめちゃショックでしたね、うん、韓国にやっぱり国立で負けたっていうのは、しかも1対リードしてるってい う、はい、試合ですからね、はい、だから まあその後僕ドーピングがあったんですよ、そのドーピング検査、はい、まあ長い長い、なんでそんな長いんですか？もうだから出ないんですよ、まあ、興奮しちゃってて、はいはいはい、もう水分 も、 もう出し切っちゃってて、なるほど、多分2時間ぐらいもうこの、ずっと凍りついました、みんな帰ってく中、みんな帰ってく中、もう一人でポツンっていました、はい、それが覚えてます。なるほど、はい、まあでもこれをよく跳ねのけましたよね、このショックというかね、まあ他力もありましたけどね、まあそうですね、いろいろとありましたけど、はい、まあ、それを乗り越えたっていうのでも、うんうん、やっぱり思いは強いですね。なるほど、うん、はい、このその他の出来事だと、なんと奈良さんはこの時から鹿島アントラーズに、この大事な、はい、めちゃめちゃ大事なシーズンあたりに鹿島アントラーズに移籍、しかも当時の鹿島アントラーズには右サイドバックの名手、ブラジル代表のワールドカップ優勝メンバー、ジョルジーニョがいましたということで、はい、まあジョルジーニョはね中盤もやったりとかっていうことだったんですけれども、はい、うん、鹿島から、鹿島にベルマーレから移籍ということで、これ結構大きな決断だと。おー若いーこれいつだろう、何歳ぐらいですかこれ、ね、これ多分ね98、99ぐらいですか。いやエニエルが2000、これ覚えて、得点したんです多分、はあ、これ2001年の柏の葉の柏戦です多分、おこれ多分そうです、すごい違ったらすいません、若い、
若い。で僕だ中山さんが代表で32番つけたじゃないですか。はいはいはい。で僕全然こう変な感じなかったんですよ。鹿島で32番つけたんで。ああ、そうなんですね、はい、なるほどなるほど。重い番号、はいはいはい。まあジョルジュニョが2番だったからってことですか、はい、で、はいはいはい、やっぱりあの時ってその年から固定番号になったんです。ああ、そうかそうか、そうですね、はい、だから今までって先発の人が11番までつけてみたいな、はい、感じだったですから、ね、で僕も本当に一番最後に決まったんで、うん、アントラズが移籍がね、はい、番号がなかったんですよ、うん、で32かあともう一つでも2がついてたんで重めの、はい、じゃあもう32にしますっていうことで、うん、はい、なるほど、へえ、そうだね、それで32番、はい、若い、はい、ちなみに J リーグはヴィッセル神戸が加入ということで17クラブ知っても開幕やりました、ヴィッセル。あ、ヴィッセルですか。そうだったんですね。ラウドルップいて、あ、ラウドルップいましたね、お兄ちゃん、はい、はい、そうですね、お兄ちゃんいて、ミカエル・ラウドルップがいたんですよ、かっこいい人。だこれもね、ラウドルップも JFL にプレイしてましたからね。やってましたねマジでいいんですか、そんな。あとあのスイスの中盤の選手、ビッケルいましたね、ビッケルとかっていうね。ラウドルップが目の前にいたんで、まあ、トヨタカップとか見てるんですよ、僕、うんうんうん、はい、うわ、まあ、バルセロナの選手ですからね、はい、あのラウドルップ、ね、うわと思いましたよ、ラウドルップと対戦することになる、はいはい、まあ、ヴィッセルはこの時まだ白黒の頃ですね、はい、そうです、白黒の、はい、この時長嶋さん、長嶋さんはヴィッセルでしょうね、はい、多分ね、長嶋さんにいましたね、はいはい、じゃあ次行きましょう、平成10年、はい、あ、やってきた、来ました、終わっちゃった、終わっちゃった、大事な年終わっちゃったよ終わっちゃったよ次行きましょう、はいはい、98年6月フランスワールドカップグループステージ敗退、ワールドカップ初出場に日本中が沸く中、初戦のアルゼンチン、2戦目のクロアチアに無得点で惨敗。惨敗って言っちゃったよ。続く中学戦では中山雅史選手がワールドカップ日本初ゴールを記録するも1対2で敗れ、3戦全敗でグループステージ敗退となりました。これでも0101でしょ、惜敗ぐらいにして、書いてない書いてない、惜敗ぐらいに惨敗って書いてます、これ惨敗ね、惨敗って書いてます、惨敗ですかね、申し訳ありませんでした惨敗です、一応でもまあ全試合1点差負けと、そうですね、いうことですね、はい、結果はですけど、はい、ちなみに大会直前の岡田監督の登録メンバー発表というのは話題になりましたよね、カズ選手が外れた、ね、ところですよね、それから同じく長年ね日本代表というかね、まあ、ベルディも含めてメジャーでプレーしてきた、はい、北澤選手、それから最年少の市川大輔選手もメンバー外になりました。みんな若い、はい、めちゃくちゃ若い、左から中山さん、中西さん、ジョーさん、相馬さん、川口さんですね、はい、で右下から井原さん、秋田さん、はい、中田さん、はい、山口さん、奈良橋さん、奈良美さんかな、はい、ですね、はい、ちょっと赤毛ですね、奈良橋ね、そうですね、ちょっと赤いですね、はい、秋田さんの髪型がすごいトレンディー的な、ね、かっこいい髪型ですね、全然イメージ今のイメージと違う、なんで奈良さんちょっとそこはそこは飛ばしましょう、あ、まあ、飛ばしますか、はい、そうですね、ちょっとこうね、こうなんていうの、髪の毛もね、ちょっと激俳優というかね、はい、イケメン俳優、トレンディー俳優ね、あまりそういうところはまあこう話さなかったですね、はい、髪型は、はい、はい、奈良さんは右ウイングバックとして、はい、まあ、352でしたからね、はい、右ウイングバックとして全3試合に出てました、ね、出場されました。もう今考えると、うん、まあ、アルゼンチンの時は、はい、あー、これこの後もう衝撃ですよ、初ポスト、初ポスト、いや日本初のね、ワールドカップ初ポストはこの後劇的に生まれます。嘘、はい、初ゴールじゃなくて初ポストです。これね、もう当たる、もう本当にインサイドにうまく当たったんですよ。これどこに当たるんですか、ちゃんとインサイドなんですか、ちゃんと、まあ、ちゃんと足を面にポンと、ポンといったけど、ポンと返ってきました、ポンとボールが返ってきました、ポスト直撃、はい、七海さんからこう斜め後ろから出てくるんです、ふわっとしたボールが、でも完全あったんですけど、はい、初ポストです、はい、誰も多分あんまり覚えてないですねまあまあ、ね、初ポストの瞬間が、かっこいいな、奈良さん、あ、ナイキを履かれてますね、ナイキってまだ少なかったですよね、はい、この頃って、まあロナウドがこの頃ぐらいから増えてきたぐらいからじわじわと、ナイキまだ少なかったですからね、はい、当時、うん、いやー、これはこれ場所どうだっけな、場所がリオン、これはどこですか、リオン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 です、リオンです、リオンです、相手リーボックですよ、懐かしいですね、ジャマイカで、まあ、ジャマイカも、まあ、
2連覇してて、そうですね、ちょっとこう日本こう勝てるんじゃないかっていうなんかありましたよね、ジャマイカには勝つみたいな計算しましたからね、勝手にで負けちゃったんです、うん、で今代表監督のウィットモアってやつにウィットモア、そうですね、やられたんですよ、はい、9番のやられたんですよ、9番じゃない、9番バートンか、11番かな、11番ですね、ウィットモア11番ですね、はい、やられたんですよ、うん、だから、まあ、この時アルゼンチンの遠い面が今やね、あのアトレチコマドリの監督のシメオネ、ね、大きさ、シメオネさん若い、うわ若 い, いや太ももすごいっすね、すごいなシメオネさん、シメオネの足すごいっすね、なんだろうこの人、ムキムキシメオネで、まあ、クロアチアはヤルニっていう、ヤルニですね、はい、素晴らしい快速ウィングバッ バックで、うん、まあでも本当にやりがいはありま、ね、まあまあね、あのクロアチアもあの、ね、90年のユーゴ、旧ユーゴの、ワールドユース、ね、はい、上位メンバーがね、うん、プロシネツキ、はい、ヤルニだったりとか、ね、ダブルスウケルだったりとか ね、まあ、有名選手がね、ボクシッチはちょっといなかったですけどね、うん、いましたからね、もうすごいチームとやりましたよね、はい、J リーグはコンサドーレ札幌が新規加盟して18クラブということで、はい、これ J1、なんていうんですか、1カテゴリー制の最後の年ですね、次の年から J2 始まりますので、はい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 、ということになります、これはですね、まあ、ウーゴがいたんですよね、あコンサドーレに、あウーゴも、アビスパ、じゃあトスじゃなくてその前です、いや、これやりましたよ、サガンの前の、はい、僕やりました、ほんでマヤマラドームですね、はい、市川選手もでもすごかったですね、98年、右サイドバックとして同じポジションでしたもんね、はい、市川選手また本当にライバル来たと思って、高3ですからね、その時市川選手で、3月の韓国戦に入ってきたんですよ、それ僕見に行きました、韓国に行った、市川選手のデビュー戦、あの大雨の日ですか、大雨の日です、あの井原さんが怪我しちゃった試合です、あのチャムシリーですね、そう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 、あのファン・ソンホンに入れられて負けた試合見に行きました、韓国に、覚えてるない覚えてるわけない、スタンドにいました、そうですね、あの時いらっしゃったんですか、いやいや見に行ったんですよ、韓国に、あそうなんですか、はい、僕めっちゃ悔しかったですからね、うん、位置が、まあ、スタメンだったんで、僕サブだったんでずっと、まあ、だって高3になった時だったんですよ、4月1日とか2日ぐらいの試合なんで、うわ、うん、まだ高校に入る年だったんで2校上なんですよ、市川選手って、そっか、だから僕ら同じ年頃って、そうそうそう、同じそのユースの大会とかに出るぐらいの、うん、だから僕らの先輩とかは同級生とか多いですから、うん、当時あのアンダー20の代表に飛び級で入ったのかっていう話かと思ったらしいですよ、うんうんうん、選ばれた、うん、市川すげえみたいな話になってた時に、うんうん、そしたらよくよく聞いたらフル代表だって話でみんなびっくりするっていうね、いやそんなことあるな、話でしたよ、あの時で市とシンジが入ったんですよね、あ小野選手ですね、はい、同じタイミングで、はい、小野選手はその一つ上ですね、はい、高校を卒業した年でしたからね、はいはい、ということで予定を大幅にオーバーした、いやこのね残り2年もね僕はもっともっと、ね、これいつやるのこれ2本目と3本目撮影これその後やる、よしこ、じゃあもうすぐ、はい、申し訳ないんですけど2本目と3本目めちゃめちゃ短い可能性があるので、はい、その、はい、ところだけご了承いただければと思います、はいはい、盛り上がっちゃいました、はい、すいませんでした、はい、11年間、ということで平成元年から平成10年まで振り返りましたけれども、まあ、皆さんの思い出に残ってる出来事もぜひコメントに、ね、入れていただければと思います、チャンネル登録、それから、ね、いいねボタン、グッドボタンもお願いいたします、うん、それではまた次回の動画でお会いしましょう、はい、ありがとうございました。